皆さんこんにちは、ティムです。僕は今新橋駅のゆりかもめ口に来ています。これからゆりかもめに乗って、竹芝の方に向かっていこうかなというふうに思っています。昔ですね、ゆりかもめができたばかりの頃、僕は実は東京にですね、大学生で来たばかりの頃ですね、ことをよく思い出すんですけれども、最初のゆりかもめの停車駅は、この汐留ではなくですね、実は竹芝だったんですね。汐留まだですね、町開きができていなくて、この駅は建物だけできていて通過する駅だったんですけれども、よく当時のことを思い出します。竹芝といえばですね、なんかお台場に行く途中のですね、最初の停車駅という感じなんですけれども、こんな感じでゆりかもめがですね、ぐにゃぐにゃカーブをしながらも歩いていくんですけれども、このカーブをして、ゆりかもめ同士が最初にすれ違った後に大きなカーブを2回曲がると、竹芝のですね、駅に近づいてくる。今近づいてきましたね。カーブしていくとですね、新橋とか東京のですね、ビルばかりのところから初めて海が見えるというところで、なんかお台場は海なんですけれども、初めて停車駅の竹芝の駅に近づくと海が見えてくるというところで、なんかちょっと世界の東京に来たんだなというところをちょっとワクワクさせる、感じさせる駅でした。実際竹芝の駅でですね、降りたことはほとんどないんですけれども、竹芝の駅が今回大きく再開発で街が変わってきているというところで訪れてみました。竹芝というところでいくと、竹芝埠頭というところで、隅田川の河口のところに、大島やですね、伊豆諸島へのですね、船着き場がありますので、夜とかですね、結構ここから船がたくさん出ていたりするんですけれども、昼間もですね、船が出ていたりしますので、そのあたりちょっとどんな船が来ているのかなみたいなところの東京湾をですね、ぶらっと眺めながら、再開発が進むですね、竹芝を歩いてみたいなというふうに思っています。直近です と、劇団四季の劇場が間もなく、ちょっとコロナの影響があったんで少しですね、オープンが遅れていますけれども、こちらがオープンしますし、劇団四季の劇場の隣のところにも隅田川のですね、遊覧船とかのですね、船着き場もできてきていて、ここ非常に追い込みの場っていう形で整備されているので、今後注目のスポットになっていくんじゃないかなというふうに思っていたします。それ以外にも東京ポートシティ竹芝っていう、これは分かりやすく言いますと、もともと汐留にあったソフトバンクの本社がですね、全部ここに移動して、WeWorkの本社もここに入るみたいなんですけども、もともとここは港区のですね、施設だったんですけれども、上層階が、ビジネスタワーって感じに生まれ変わって、そこにソフトバンクの本社機能が入ったりする新しい施設ができていて、下はですね、飲食店とかがたくさん立ち並ぶ、面白い商業施設になっていましたので、今回訪れてみました。浜松町の駅から少し距離がありますけれども、遊歩道も整備されるようですし、汐留の町ともですね、そんなに離れてなかったりする、この竹芝の町を、今回は歩いてみました。竹芝埠頭のところを見ていますけれども、東京湾を見渡すことができるというのは非常にフラット風にはいいところなんじゃないかな。意外とですね、穴場だったりしますので、もしよければ見てみてください。こちらは浜に埠頭方面ですね、幹線があります。この幹線太陽まで行けるそうです。F のマークが出てますけど、これは東京湾で自由に航行していいよっていう意味のようです。それではですね、今回の動画ですね、もしいいなと思っていただいた方は動画にいいねと、まだこの動画のですね、チャンネルの登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もお待ちしています。それでは、変わりゆく竹芝のですね、今をお楽しみください。ジェシー came home on a Friday night in the